円柱は昔からね、あの縁起の良い木して家の守り木っていうことで、家を建てた時に北東の方に植えるといいってよく言われてた昔から。東北六県とか本当に雪の降る寒い地方でしか自生してない木なのもありますし、またあと成長が遅い、1年で1ミリくらいしか育たないような木なんですよ。それなので、あの打ち当たりでこういうふうなものを作れるようになるには最低でも100年、太いものだと200年、300年っていう原木になるんですけど、一回切ってしまうと結局原木がなくなってしまうので、流通も、まあ、杉とか松などと違って流通もしてませんし、独自でうちが集めてきてるので、それでもやっぱり全然違って、地方によってはすごく希少価値のある木なんだと思います。42歳で倒れたもんで、学校を辞めて帰ってきて、こう住んでいる抵抗場がのおじさんがいたったもんだから、その人に道具を作ってもらって始めたって、それが一番きっかけ。全部カンナボっていう言い方なんですけど、カンナボ、カンナボ、カンナボ、はい、あ、そっちにもいっぱいあるんだ、はい、もうここね全部もう様々です。これ全部手作りで？そうですね、はい、もともとの一本の鋼を、はい、まあ、曲げたり削ったりして、はい、これはなんていう道具？これですか、これ馬、馬、はい、馬と、あと、まあ、割り型、割り型、はい、あまりこれは他の人使わないかもしれないです。うち創業当時は3種類の茶筒、菓子鉢、お盆から始まったんですけど、たまたま今回4月の上旬くらいに SNS の方でアマビエっていう存在を知りまして、それが、まあ、疫病が流行った時に移してみせなさいっていうことの言われを教えてもらいまして、まあ、うちの円樹の縁起のいいっていう木でアマビエを作って、まあ、知り合いもしくは知ってる人に置いてもらえたらなっていうのが一番最初のきっかけなんですけれども、そこから、まあ、たまたま SNS の方に載せたら少し反響があって、今ではちょっと販売させてもらうっていうことになったんですけれども、県外のお客さん、百貨店さんだったり行った時のお客さんがうちの方からホームページなどを見ていただいて発送させてもらうっていうことが多かったり、ただ最近は米沢の新聞社さんとかそういったところで少しですけど取り上げていただいて、作ってるのを知っていただいてるようにはなってきたので、また少しずつ作るようにはなってますけども。